こんにちは、つよしです。初めてのダンス5回目、今日はプッシュ&プルやっていきます。このステップは、4コーナーと、2ステップ足したような動きなんですけども、今日は、カウントの取り方がいつもと、違って 1,2,3,4 カウントとカウントの間にエンドを入れて、やりますので、もしかしたら難しいかもしれません。でもですね、4コーナーと2ステップのビデオ見られている方だと、うまくできると思います。今日もゆっくりやっていきますんで、一緒に頑張っていきましょう。はい、では、プッシュ&プルやっていきます。まずはですね、ステップ1、ステップの確認です。今日やるステップは4コーナーと2ステップを足したような動きになります。まずですね、いつも通り 1,2,3 は4コーナーをやります。じゃあステップの確認、まず右足から4コーナー 1,2 右足を下げる 3。 ここでですね、いつもだと 1,2,3,4 になるんですけども、今日やるステップが1,2,3 円で少し、左足を下げます。4でもう一回右足を後ろに下げる。このですね、円というカウントが、カウントとカウント、この場合だと3と4の、ちょうど半分のカウントですね。1,2,3,4なので、4コーナーだと 1,2,3,4 なんですけども、今日やるステップが 1,2,3,4、 半分を入れてあげる、半分が円になります。ではもう一度、ゆっくりやります。 7,8,1,2,3,4、 もう一度いきます。 7,8,1,2,3,4。 ではここからですね、反対左足もいきます。次は左足を斜め前、5,6,7,8。もう一回いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8。カウントでやっていきます。ゆっくりやっていきます。 7,8,1,2,3,4,5,6,7,8。 もう一度いきます。 7,8,1,2,3,4,5,6,7,8。 もう一度いきましょう。 7,8,1,2,3,4,5,6,7,8。 はい、ここまでがステップ1になります。では次いきます。ステップ2、腰の動きをやっていきます。4ステップ同様、腰もステップと一緒に足していくんですけども、ステップが変わってくるので少し腰の動きが変わってきます。まずカウントでいきます。1で、腰を右に、2で左、3右にやって、円で少し戻します。真ん中ら辺ですね、戻して、4でもう一度右に持っていきます。ゆっくりいきます。7,8,1,2,3,4。7,8,1,2,3,4。では反対もいきます。5で左、6右に持ってきて、7左に持ってきて、円で少し戻します。8、もう一度いきます。7,8,1,2,3,4。
1、2、3、and 4。では、右から、左、続けてやっていきます。5、6、7、8、1、2、3、and 4。5、6、7、and 8。もう一回いきます。5、6、7、8、1、2、3、and 4。5、6、7、8。はい、ここまでがステップ2です。ステップ3。ステップ3では、ステップ1と2を足していきます。ステップ1で、このステップですね。タッ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 タ。それに腰を1、2、3、4、5、6、7、8足していきます。ゆっくりいきます。一緒にやっていきましょう。7、8、1、2、3、and 4。5、6、7、8。もう一回いきます。7、8、1、2、3、and 4。5、6、7、8。この時はですね、やはり体重移動がすごく大事になってきます。腰とステップを、出す時に、必ず片方に体重が乗っかります。これをすごい意識してください。体重が今乗って両足地面についている時には、体重がどちらの足にも、かかってます。体重の移動が、すごい大事になってくるんで、これをしっかりやってください。ここまでが、ステップ3です。ステップ4、ステップ4では、手をつけていきます。4コーナーと、似てるんですけど、歩くような感じの手をつけていきたいと思います。今回はですね、前回、4コーナーの時は1、2、3、4だったんですけども、今回は1、2、3、4。左手を3、4。5、6、7、8。もう一回いきます。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、じゃあこれと、体を、足してみましょう。ゆっくりいきます。7、8、1、2、3、4、5、6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. はい、ここまでがステップ4になります。では最後のステップ、ステップ5。このステップ5はステップ4をやって、まだ余裕があるときにやってみてください。いつも通り体を使っていくんですけども、もうですね、この段階でステップ、腰の動き、手の動き、別々のパーツが、一緒に動いてるんで、すごく体の動きを足すとやっぱ難しくなっていくんで、余裕がある場合に、やってみてください。では、カウントなんですけども、今日は、右にひねる、12で左にひねる2 3 4なんですけども、3 4、少しですねひねりを大きくしてあげます。これラジオ体操みたいなもんですね。タッタッタッ、ひねりを大きくしてあげます。1 2 3 4 5 6 7 8。もう一回いきます。こちらからですね。7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。手もつけてみます。7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。
体と一緒にやっていきます。7 8 1 2 3 4 5 6 7 8、少しですね、この下がった時に、後ろを見てあげるイメージですね。斜め後ろを見てあげる、斜め後ろを見てあげる、ダッ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 、イメージです。体が前へ向いてるんですけども、この3、4で後ろ向いてあげる、5、6前なんですけども、7、8で後ろ向いてあげる、まあ、これはですね、もうできたらで大丈夫です。少し押さえて後ろを向かなくても、ちょっとひねるだけでも大丈夫です。余裕があれば体をたくさんひねって後ろを向いてあげましょう。ここまでがステップ5です。これでいきましょう。ではですね、ステップの確認からやっていきます。腰やってみましょう。はい、じゃあ腰と体を一緒にやってみます。はい、じゃあ手をつけてみましょう。余裕のある人は体をつけます。はい、じゃあ自由に踊ってください。じゃあ今日はこんな感じで、プッシュ&プルやっていきました。ステップ自体は4コーナーと、2ステップを足したようなステップなんですけども、今日はエンカウントですね、3 and 4だったり、6 and 7かな、いろいろ、エンカウントがあったんで、いつもより早く動かないといけなかったんで、ちょっと難しかったんじゃないでしょうか。
いつも通りですね、できない場合はステップ1に戻って1ができたら2、3と少しずつ上げていけば確実にできるようになります。こんな感じで週に2、3本動画アップしていきますので、まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録と、この動画が良ければグッドボタンよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。I don't get it, you say it's a man thing.